Oh yeah! ちゃん、来てくれたんだ。ねえ、ちょっとだけお話ししたいな。もちろんいいよ。あのね、私、怖い夢を見たんだ。怖い夢？うん。世界の全部が私のことをわからなくなっちゃう夢なんだ。どれだけ呼んでも叫んでも誰も気づいてくれない一人ぼっちになっちゃう夢。変だよね、お兄ちゃんやみんながいるのに。絶対に一人になんかしない。だから大丈夫だ。うん、ありがとうお兄ちゃん。そうだよね、お兄ちゃんがこうやって会いに来てくれるもんね。それにね、私の妹たち、チキたちが歌を運んでくれるときは世界とつながってるって感じるの。私の体は妹たちが運んでくれるパフォーマーでできてるから当たり前なんだけどね。だったら俺も曲作ってみようかな。え？チキがもっと世界とのつながりを感じられるように。本当に？本当に作ってくれるの？うん。うわーい、約束だからね。任せてくれ。
いないな。月嫁ピー、また見なくなっちゃったな。そうだね、あの人だけじゃなくて他のピーも最近曲作ってないみたいだし、そろそろチキも下火なのかもな。そうね、最近チキ界隈元気ないしな。またクラム、どう思う？ああ、ミラージュが絡んでいるのかもしれない。チキに供給されるパフォーマーが減ったせいで悪夢を見たのだろうか。もしミラージュ絡みだとすると、怪しいのは106か。ああ、以前チキヨメ P があの場所に迷い込んだこととも関係があるのかもしれない。行ってみよう。いつき、かすかだが、チキヨメ P の気配を感じる。わかるのか？あの少女も強力なパフォーマーを持っているからだ。それほどのパフォーマーだ。狙っているミラージュがいてもおかしくない。先を急ごう。敵だ、一気に決めろ。月嫁さん、よく来たな。なんというパフォーマーの量だ。以前感じた気配はこの男だったのか。やはりこいつらのパフォーマーはわしによく馴染むわ。思わぬ広いものをしたものや。こいつ、他のミラージュと違う。なんだこの感じは。チキ、いや、以前戦った社の偽物に近い。まさか、龍石？あいつ、一体何を。わしの気が勝利の予感に逆らつ、わしこそが無敗の将。こやつらを救いたるは、見事この首立ってみせい。気をつけろ、イツキ。
あのミラージュかなり手強いぞ。だとしても引くわけにはいかない。行こうクロム。わしの毛が勝利に沸き立つ。すごい威圧感だ。だけど一か八かで、一か八かで、一か八かで切る。これだな。いって、フグラさん、最後だ。イメージ、この戦い絶対負けられないよ。あとはお願い。頑張ります。怖いけど負けません。はい。絶対レイド体験してみる。やったわ。次、あとは任せた。次頼むぜ。頑張って。あれ、俺の番か。一か八かで走れ。大根ここか。頼みます。肩にかけろ。よろしく。次頼むぜ。よろしくね。決まったわね。あ、ごめんなさい。あれれ、絶対レイド体験してみる。これね。行ってくれ。あれれ、行け。行けるか。またお姉ちゃん。あれ、ここまで成長するとは。ドーダさんのおかげで。ちょっと無理かもね。繋ぎなさい。真っ二つです。すごく効いてます。次いけるわね。次隙は作ったわ。またお姉ちゃん、その隙に。一緒に行こう、クロム。お、難しいかも。バチカで走れ。ナイスここか。次続いてください。やりました。やれやれ。さあでは私に力を貸して遊んであげる。よし、決めます。お願いします。私の出番だね。翼の力見せてあげましょう。わかんないわよ。ついてきて。切り裂いて疾風。頼む。切って。頼みます。行くぞ。わかるだろう。まずいな。俺のカルネージがほとばしる。かわいいわよ翼。オーケー。合わせないよ。次は作ったわ。決まりました。みんな翼、よし、ありがとう。私頑張るね。わかったの、わかったの。この命預けるぞ。お互いにな。一か八かで、一か八かで、一か八かで。難しい。クローム直伝だ。しまった。私は倒れてられないのよ。これはダメね。準備 OK だよ。
これで一区切りね。私の秘術、キリアだけに。やったわ。ふーん。ここは一体。新曲作らなきゃ。大丈夫？よかった。あ、親切な人だ。また助けてくれたのですね。どうもありがとうございました。いえ。お礼にドーナツ差し上げましょうか。ああ、それはもういいんだけど。じゃあ私はどうすれば。あ、ヘッドホンはあげませんよ。俺に作曲を教えてくれないかな。そんなことでいいんですか。親切なばかりでなく無欲なのですね。それならお安いご用です。早速カフェでやりましょう。ありがとう。それじゃあ一旦安全な場所まで案内するよ。どれだけ親切なんですか、あなたは。え？ですが、それには及びませんよ。一度来たことがあるので一人で帰れます。あ、とりあえず残った人を渋谷に返さなきゃ。いつき、これを見ろ。流石のかけらだ。かけらと呼ぶには小さすぎるが。もしかしてこれってチキの。おそらくそうだ。飛び散った小さな破片があのミラージュの手に落ちたんだろうな。これがあったから、奴は彼らのパフォーマーを効率よく集め、効果を倍化させていたのかもしれない。だったら、後でチキに返してあげよう。そうだな。
来ましたね、無欲かつ親切な人。俺、青井樹って言うんだ。名乗るの遅れちゃったけど、よろしくね。そうなんですか。では、早速始めましょうか。とはいうものの、何をどう教えたものか。だいたいいつも、チピン、パシャー作っちゃうので。出品？まずは歌詞を書いてみたらどうでしょう。曲が作りたいということは、何らかの思いを届けたいということですよね。その相手を思い浮かべて書けばいいと思います。なるほど、やってみよう。次は曲なんですが、どうしたものでしょう。まあ、あれです。大事なのはノリです。いい感じにやってみてください。もうちょっと具体的に。これだって思ったフレーズができたら、それを引き立たせるように周りを固めていけばいいと思います。やってみるよ。こんな感じかな。いいんじゃないですか？よくわからないんですが。そんな。そんなもんですよ、曲なんて。正解なんてないんで。でもチキに対する思いみたいなのは伝わってきたんで、きっとこれはいい曲です。まるで実在のチキに語りかけてるかのよう。痛々しいまでの妄想力の使い手ですね。私ほどではないですが。早速アップロードです。全世界の人にこの恥ずかしい曲を聴いてもらいましょう。ちょっと待って、これ一番最初に聞かせたい人がいるんだ。そうなんですか、リア充なんですね。爆発すればいいと思いますが。とにかくありがとうね。これならきっと喜んでもらえると思う。よくわからないんですが頑張ってください。親切で無欲で痛々しいリア充の人。
兄ちゃん。うん。どうかな。ありがとう。私、お兄ちゃんと世界とつながってる。ありがとう、お兄ちゃん。よかった。あ、そうだ、あとこれもイドラスフィアで拾ったんだ。どうして？わかんない。きっとお兄ちゃんの気持ちがこもったこの曲が奇跡を起こしたんだよ。今ならもしかして。とりあえずどうする？あのね、私本当のドーナツ食べてみたい。それとね、外の世界を歩いてみたい。あとね、全部やろ。いいの？任せて。じゃあ、あとね、ライブやってみたい、みんなみたいに。任せて。よかった。これがみんながいつもやってることなんだね。歌だけじゃないよ、演じることだってきっと楽しい。これからいろいろやってやりたいことを探していけばいいんだ。ドーナツもとっても美味しかったしね。他にも美味しいものあるよ。
ドーナツだけじゃなくてね、いろいろ教えてあげるよ。ありがとう、お兄ちゃん。でも、ごめんね、無理みたい。チキン？もう時間切れ。そんな。今日は楽しかった、幸せだった。お兄ちゃん、私のお願いいっぱい聞いてくれてありがとう。そんな楽しかったってなんだよ。せっかく外に出られるようになったんじゃないか。ごめんね。消えるな、チキ。消えないでくれ。お兄ちゃんの手の温かさ、私ずっと覚えてるからね。なんかごめんね、気づいたらここに戻ってたみたいで、あのちっちゃな流石の効果が切れただけだったみたい。俺、てっきりチキが消えちゃったのかと。私にはまだここでやらなきゃいけないことがあるもん。そう簡単にはいなくならないよ。この世界の人間はな、ああいう消え方されたらいなくなっちゃったって思うものなんだ。う、心配かけちゃってごめんなさい。でも本当によかった、本当に。お兄ちゃん大好き。お？うん、何でもない。パフォーマーが、これでいい？それじゃあユニティするよ。クロム、俺に力を貸してくれ。今作ったカロ、
これでいいかな。それじゃあ行くよ。こいつで決める。今作ったカルネ、他にご用は？パフォーマンス。